はいどうも、すきまいちゃんでございます。すきまいちゃんの究極で、今回はですね、サジの99ナラック運枠を入れてみました。で、これで貫通が3体の反射が1体、パンドラのね箱開いちゃった方が入ってまして、まあそちらの構成となっております。で、今回はですね、まあ、サガ、セイントセイヤのサガね、サガだと思うんですけど、こちらがですね、まあ、強いんですよ。壁を越えてくれるんでね、スリースリー、すり抜けてくださいね。うん、サガですね、サガさん。スリー、なんか重いっすね。なんだろうこれ。アプリを2つ開いてたからみたいですね。多分大丈夫です。光サガじゃないよ。セイントセイヤのね、サガ入れてくといいですね。非常に。あら、逆に行っちゃった。反対に行っちゃった。危ないのかもしれないですね。あそこの、私大体あの C3 はくにくにはですね、早くにやっつけるんですけど、多分今の反応だと比較的調べないでやることが多いんで、まあ、キャラぐらいは調べるんですけど、2回目以降のキャラは調べるんですけど、大体調べないでいくんですよ。
に SS 行きます。うーん、行かない方がいいかな。硬いですね、雑魚が。雑魚が硬いんで、まあ今の選択は、まあ間違いでないんじゃないかなっていう感じはありますよね。うん。のんびりやってると、やられてしまうかもわかんないですね。まあこれはハートを取ってね。これでいいか。やっぱり硬い、硬い。大体行った場合ですね、ボスでも、まあ、3分の2ぐらいは削ってくれるパンドラちゃんなんですけど、ここでサガの真骨頂でしょ。難しいショットだね。なんてことはなかった。サジが間に合いそう。だだだだ、全然違うか。SS はないんだ。敵に大ダメージ、何もいないから。おお、こういうやつか。強いな、差が。適正っすね。なかなかない。まあサジね、運悪いらっしゃってルーンでしたら、まあ入れた方がいいですね。痛い？痛いか。まあまあ、まずまずですね。はい。ご視聴いただきありがとうございました。獅子舞ちゃんでございました。